はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクターの井川直介です。よろしくお願いいたします。前回ですね、なんかExcel の関数についてなんですけど、私の友人が見たところですね、もう早くてちょっとついていけないというふうに言われまして、ちょっと今日は、ゆっくりめにいきたいと思います。で今日やるのはこれ、これは何かっていう と、相対参照と絶対参照というものになります。このね、相対参照と絶対参照、ね、これも分かればというか、ただ知らないんですよね、多分初めての方っていうのは。でこれは Excel を扱うにあたって、必須の知識になりますので、ぜひとも覚えておいてください。せっかくですね、顔を出したので、子供の頃ですね、ヒーローに憧れてまして、何か決め台詞がないかなというふうに、考えておりました。なので、パソコンの画面に切り替えるときは、この決め台詞で、画面を切り替えと思います。はい、では行きます。あなたのハートにアクセスしたい。はい、じゃあ早速やっていきましょう。相対参照と絶対参照になります。はい、こういう場合なんですが、今セルの A1 というふうに井川直介の名前が入っています。で井川直介を絶対的に見る、つまりもうこのセルの A の1を固定したいという場合はどうしたらいいか、これを絶対参照というんですね。ちょっとやっていきましょう。はい、セルの A の1、これを見ると、セルの B の1は、ここを参照してます。じゃあ、これをコピって貼ったらどないなんのっていうと、これは表せられません。どうするか、なんでかっていうと、A の1がここからここに6個下がってるので、Excel は1を勝手に6に変えちゃうからなんですね。はい。困りますよね、こういうのは。なのでもう一回いきます。はい、セルの A の1を見続けるには、私たちの方で記号をつけます。こういう記号です。はい、A を、ドルマークで2つ囲みます。そうするとどこに行ってもこれは井川直介が帰ってきます。はい、シートの数式を見る方法はシフトコントロールアットマークで、やると見れます。こんな感じで、はい、シフトコントロールアットマークを3つのキーを同時に押すと、キーが見れます。はい、これが絶対参照です。じゃあ相対参照って何なのっていうふうに言いますと、こういうことになります。12月1日というふうに入れて、皆さんよくこういうふうにダーッとスライドして、入れると思いますね。こうやってね、こうやって打ってくればはるかに早いと思いますが、例えば井川直介さん、ここに、12月1日から12月7日までと、入れたんですが、実は間違いで11月1日の間違いでしたという場合には、これはもう1回この手間をしなければなりません。そうしないと直らないからです。これは Excel の相対参照という機能を使うとあっという間に解決できるんです。 B の1にまずここを参照します。そして、プラス1という間違えちゃった、プラス1というふうにして、ここからどんどんどんとスライドしてください。変わりません。いや何をやってるんだと、11月ではなくてやっぱり10月だったという場合にはどうなるかというと、ここはいっぺんに変わります。これを9月にしても一緒。はい、なんでかっていうと、これもちょっと数式を見ましょうか。わかりますかね。A の1、ここに対して、プラス1、そして、ここの B の、これが1個スライドして、数字が変わって、なんでここのね、B の、B の1、B の2になるんじゃないかと思う人がいるかもしれませんが、これは1列の方、ここの1番目をずっとスライドしていくので、これは変わりません。それに1ずつ足していってるっていう風になってます。はい、でここでね、勘のいい方は気づいたと思うんですけど、これ今、ここは9月1日に、あたかも
1を足したから9月2日になったというふうに思う方がいらっしゃるかもしれませんが、それは考え方間違いです。12月1日、まあ、ここは9月なんで、9月1日足す1は9月2日っていう数式はありえません、多分。もう一回見てみましょう。はい、ここにこうなってます。なぜかしらですね、9月1日が 43,344 というふうに数字が振られてます。これはシリアル値と言いまして、1900年の1月1日から数えて今年の9月1日は 43,344 日目なんですね。はい、それに1を足してっているから9月2日、9月3日っていう風になっていくだけのことなんです。例えばここに12月1日という風にも文字を打ち込んだ場合に、 Excel はこう考えます。12/1は多分井川直輔は、日付を打ち込んでるんだろう。日付ということはこのままでは表示できないから、シリアル値を持ってこよう。シリアルすいません噛みまくって、シリアル値を早口言葉に出した方がいいかもしれないですね。シリアル値を、だけじゃ見にくいので勝手に合皮に変えようというふうにしてやってるだけのことなので、こういった数式はありえないってことはちょっと覚えておいてほしいですね。同じく縦列もなんですけど、こうやってよく皆さんこうやってね、数字をこうやると思うんですけど、これも、ここでこうやっていく分にはどうするかっていうと、Excel は考えちゃうんですね。連続データは何なのか、そのまま1だけでいいのかっていうふうに。だからこの手間を省くには、こうやることでここを引っ張ると自動的に連番は振られます。 Excel は、まあ、連続データっていうふうにして勝手に判断するんですね。1、2でこことここが1が増えてるから、おそらくここも1ずつ増えていくんだろうって、まあ、これもある意味相対参照を使った、機能になっていきますので、絶対参照と相対参照、これをうまく、組み合わせて指標を作ることがすごい大切なんですね。例えばこんな感じのやつ、これカウントイフスでやったと思うんですけど、今、私がこっちで説明したのは、セルの A1 を絶対的に見続ける絶対参照なのか、単純に数字とアルファベットがスライドしていく方法ということを、ご案内したんですけれども、世の中にはですね、例えばこういう場合、これちょっとあまり例良くないんですけど、ちょっと入れてみましょう。まあ、モーツァルトが何人いるのか、ちょっと復習がてら見てください。カウント ifs の、範囲、まずモーツァルトを数えたいので、名簿のモーツァルトがいるところを選択します。はい。で、モーツァルトを選択します。地域を選択します。で、こう。というところは、モーツァルトは8人っていうふうに見えるんですよ。はい。じゃあ、これをこっちにこうやった場合に、ちょっとこれメモ帳でやった方が。いいですね。はい。わかりますかね。このセルの B の2に、札幌とモーツァルトに対応する、ここに入っているのが名簿 D の、A の2のっていう風にしてやってるんですけど、C の2にずれた場合に、これ名簿のこのセルがずれてるのが分かりますかね。分かりますよね。はい。そうするとこれ正しい集計ができなくなっちゃうんですね。こ
こういうやり方ですと。なんで僕は、これ相対参照、絶対参照、なんて参照するのかわからないですけど、集計する場合にここの一列、これは行か、一行を固定したい場合、それと縦の列のこの一列を固定したい場合には、この列と行を動かさない方法があるんですね。まあ名前は何ていうか分かりませんが、分かりやすく中間参照とでも言っておきましょうか。これは正しい言葉ではないです。ちゃんとした言葉あると思うんですけど、相対参照と絶対参照の間ということで、ここでは中間参照って言いますけど、カウントイフスの範囲はどこ？ここで、これがずれちゃいけないから絶対参照で良いと。列をちょっと指定する場合にはこれが絶対参照になっちゃうんですけど、ここを絶対参照にしておく。で、ここは相対参照、じゃない、中間参照なんで、列を動かしたくない場合は向かって左側にドルマークを置くよと。で、範囲は ここで、今度は列じゃない、行を動かしたくない場合は、向かって右側にアルファベットを置くと。そうしてこういうふうにずっとやっていくと、ここに行った場合に確かバッファーが出てくるはず、ここに、出てくるはずっていうふうにどん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 なってます。これもしもですよ、一番初めにやった何の設定もしない式でしたら、これは出てきません。何も固定されてないので、移動した分だけここの参照する範囲もどん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 こっち側に ずれていっちゃうし、ごめんなさい、名前もここの列を指定したのに、これもどん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 こっちにずれていくっていう方法になっちゃうので、これはダメですねと。だから参照した式を、きちんと入れることで手間が省けるということになります。これが相対参照と絶対参照になります。これ非常に重要な考え方なので、自分でやってみてください。単純に1行だけを参照する場合には別に何も考えなくてポンポンポンとやればいいんですけど、こういうふうに何ですかね、行じゃない、行を指定してこうやって、列も合わせて指定しないと、正しく、表示されないという場合には、きちんとこの相対参照、絶対参照、中間参照を、組み合わせてやることによってやらないと、正しく数字が出ないということをご紹介いたしました。はい、今日はこの辺で、終わりたいというふうに思います。はい、次回はですね、サムイフ、どの商品がどんだけ、どの商品がどれくらいの金額で売れたかとか、そういう合計のことをやっていきたいというふうに思っております。はい、では、今日はこの辺で失礼したいと思います。ご興味のある方はぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。質問あればどんどんコメントに書き込んでください。高評価などいただきますとやる気が勝手に上がりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは、本日はストリートインストラクター井川直輔がお送りしました。ではまた、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。失礼いたします。